こんにちは、ブルホスです。今日はブラックジョークについて話をしていきたいと思います。実はひねくれ者、まあ、こういうね、闇に飛んだ話を好む人の方が頭がいいぜっていう話をしていきます。やばいよね、はい、でギャグ漫画でね、風刺漫画の作品を書いた人のですね、作品を読むということで、これに関してはもういきなりどれだけ楽しんだかとか理解度をチェックとかっていうのを研究としてやっていきました。で、合わせてそのブラック漫画に関して好きかどうか理解度がどれだけだったかっていうのを全員の IQ っていうのをチェックしていくんですね。漫画の内容としてはどういうものかっていうと、まあ、この大きく3作品ですね。集中図かまず逃げた、はい、ある外科医が手術室で切り裂いた死体の胸に手を突っ込んでいたんですね。ぐちゅぐちゅと。で、そばにいた別の外科医がスーツの男に状況を説明していますよと。で、検視はもうすでに終わってますと。で、彼は腕時計を探しているだけなんですよ。もう想像しただけでもえぐい黒いですよね。それから続いて妊娠ですね。妊娠中の女性に医者がね、検査結果を説明しているシーンと。で、最初にいいニュースがありますよと。あなたの子供はパーキングスペースに困ることはありませんよ。はい、これ理解できる方やばいっすよ、怖いっすよ。はい、それから3つ目にサンタクロース。はい、サンタクロースの前にプレゼントを欲しがる動物の列ができていましたと。サンタはペンギンに魚をあげて、犬にはビスケットをあげて、で猫にはツナをあげましたと。で、最後に、あれ、サンタの手にはチーズだけが残ったんですよね。なんでや、チーズ欲しいって手紙書いたのは誰やったんやろ。これどういうことを風刺しているのかっていう答え持ってないんですけど、僕もなんとなくこれちゃうかなと思ってちょっとドクッとしたんですけどね、うん、で考えればどれもなかなかブラックに包まれた内容ですよね。で、1とかなんかはなんかブラックジャックとかで、ね、ありそうな展開ですけどね、うん、いやブラックとつくだけあってかって書いてるんですけど、いやそんなことはないんですけどね、まあ、ブラックジャックは素晴らしい医療漫画ですからね、はい。で、ブラックユーモア好きっていうことなんですけど、まあ、研究の結果ブラックユーモアが好きな人ほどこんな結果が出てますと。はい。一つ、あれ？ちょっと待ってくださいね。どこ行った？あ、ここにちょっと。IQ が高いっていう結果ですね。それから、まあ、高い教育を受けているケースが多い。それから、攻撃性が低い。そして、気分も安定しているという、まあ、結構、こう、好印象というかね、いい結果が出てますよね。で、なんでかというと、まあ、冗談をうまく言える人ほど、まあ、頭がいい、なんてことはよく言われているわけなんですよ。だから、冗談の中身が悪趣味であるほど、実はメンタルにいいっていうね、逆じゃねって思うんですけど、実は、心理的に見たら、そういう結果が出ているということなんですよ。一方で、ブラックユーモア、今みたいな、さっきの3つの作品の中身が理解できてないとか、あるいはそういうのはちょっと読むのがっていう人に関しては IQ に関しては平均値なんですね。まあまあ100とかそんなもんです。で、それから攻撃性っていうのは実は割と高めで、それからネガティブな気持ちになりがちっていうところなんですよね。わーってところなんですよね。逆なんだみたいなイメージですけど、個人としては。で、ブラックユーモアが好きじゃないからといって優しいというと別にそうでもないっていうね、なんか一般的に思われているのとは裏腹な結果が出ました。じゃあなんでそんな結果になったのっていう話をしていくと、ブラックユーモアの方が好きだっていう人に関してはなんだかんだいい点についてっていうのは、ブラックユーモアを理解するには結構情報処理能力っていうのが必要なんですよ。要は頭の回転が速かったりとか IQ が高くないと理解できなかったりするんですね。で、もっと言うと人間のその思考的なパフォーマンスが優れてるかそうじゃないかっていうのって実は気持ちに結構左右されるところがあって、気分が前向きポジティブな時なんかっていうのは冗談の理解力っていうのが上がってるんですけど、そうじゃない時なんかっていうのは下がるんですよね。だから頭がものすごくこうフル回転してる時っていうのはマイナスの考えは浮かびにくいっていうところが言えるんですよ。はい、で、ただし、まあ、無理にね、ひねった感覚を持とうとすると、ただ単に嫌われ者になっちゃうだけなので、注意をしてもらえたらと思います。ですから、まあ、頭良くなろうと、知識を磨こうというために、ブラックユーモアに触れるっていうのはありなんですけど、それを人間関係とかコミュニケーションとかに持ち込んでいくととんでもないことになるので、それはないように注意をしてもらえたらと思います。ということでね、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。